まずは毎週木曜日にお伝えしています知っとく長崎のコーナー、今回は長崎寺院第7号について詳しくご紹介していただきたいと思います。スタジオには長崎市広報広聴課の下川幸太郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。人、街を元気にする長崎応援マガジン長崎寺院、待ってましたという方も多いと思うんですが、まだこの雑誌をご覧になったことがないという方にちょっと詳しく教えていただけますか。どんな雑誌でしょう。はい、長崎寺院はですね、春と秋に年に2回長崎市が出している情報誌なんですけども、はい、これを読んでいただいて、取り上げている方が長崎で頑張ってらっしゃる方を取り上げるんですけど、うん、それを読んで皆さんも元気になっていただきたいと思って出している情報誌です。もう7号まで来たんですね。はい。何年ぐらい前からこの雑誌取り組まれてますか。もうそうですね、3年くらいになりますね。そうですか、はい。下川さんはこの雑誌にどのような形で携わられてるんですか。はい、今回はどの方に取材しようかなとかですね、うん、そういう企画を担当しました。あ、そうなんですね。はい、もう編集長のような形で。そうですね、最後監修なさっているってことですか。はい、そうですか。では早速長崎寺院第7号を詳しく見ていきましょう。さあ、表紙にはですね、このように素敵なご夫婦が今回は、ね、写ってらっしゃいますよね。これはですね、錦海町の、山の中なんですけども、うん、今回はですね、この情報誌全体を合併地区にゆかりの方々にお話を聞きました。なるほど、今回のテーマがその合併地区というものになっているということなんですか。はい、そうなんですよ。そうですか。どうしてそのようなテーマになったんですか。はい、皆さんにですね、合併地区、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、まだまだ隠れた豊かな自然とかですね、素敵な方がいっぱいいらっしゃるので、うん、そういう方々をご紹介したいなと思ってですね、こういうテーマにしました。なるほど。では表紙をめくっていきましょうかね。はい、まず表紙をめくりますと、古田さんじゃないですか。これ長崎日和というコーナーで取材をしていただいたんですよ。大変光栄です。どうして。持ち回りでいろんな局のアナウンサーの方とか、はい、取材されてますが、お声をいただいてですね、取材をしていただいたんですが、この長崎で好きな場所をご紹介するというコーナーなんですが、私の大好きな野母崎の脇岬海水浴場をご紹介させていただいて、どういうふうに好きなのかという思いを熱く語ったところ、このような素敵な記事にまとめていただいたんですよね。いいお写真で。これ自分で書くんですか。取材をしていただいたんですよ。インタビューしていただいて、はい、ライターさんが書かれるんですか。すごくいい経験でした。いいですね。長崎のアナウンサーさんとか有名な方、いずれ私にも来ますから、うん、そうですね、必ず直接オファーをここで、はい、待っております。よろしくお願いします。では中を、はい、見ていきましょうか。長崎暮らし大満喫という特集が今回は大きく組まれておりまして、まずは向かって右側のページの方、こちらは佐世保から錦海利根原町に移り住んだ奥村さんご夫婦の写真と記事なんですよね。はい、はい、この方はですね、佐世保の自衛隊にいらっしゃって、はい、護衛艦の旦那さん艦長をなさってたんですよ。ほう。でですね、趣味でカヤックを作られてて、でカヤックをいつでも漕ぎ出せるようにという場所をずっと探してらして、うん、もうすぐの浜まですぐのところにですね、家を建てられてらっしゃいます。それで近海にカヤックをこう浮かべたいがために移り住まれたという。そうなんです。すごいご夫婦ですね。すごいですね。とても仲が良さそう、うん、でそしてお隣のページには、なんとなんとこの方は神奈川県の川崎市から長浦町に移り住まれた福岡さんご夫婦。はい、また素敵なご夫婦ですね。はい、もともとご夫婦ともですね、大手の航空会社の営業をなさってらっしゃったんですけど、うん、すごくおしゃれでですね、本当、うん、な方なんですけど、長崎に転勤で来られて、ここの錦海のこの場所がですね、長浦岳の中腹にあるんですけど、うん、すごく気に入られて、退職を待たずに
辞めてまた長崎に戻ってこられたと。素敵なお家だし、またピザが乗ってるピザが美味しそうですね。はい、もうあのピザ焼きの体験とかもですね、できますので。これ奥様がピザを焼かれるんですか、ここで。はい、ピザ窯があってです、素敵なスローライフっていったところですよね。はい、この取材に下川さん行かれたんですか。はい、あ、ピザもいただいて、とっても美味しかったです。いいですね、いいですね。でその他にも6ページか、あ、ごめんなさい、はい、この写真は、この写真はこれはですね、先ほどの奥村さんと福岡さんご夫婦が、これも錦海町の小高い元みかん畑のところに立ってらっしゃるんですけど、はい、この2組のご夫婦はお友達なんですか。はい、あの錦海グリーンツーリズムというですね、うん、錦海の、まあ、町おこしというか、田舎に都会から遊びに来てくださいねというふうな活動をなさってらっしゃる方が、うん、同じチームの方ですね。あ、それでですか。でここを何をなさる。はい、あのここですね、あの1ヶ月余りでこうバーッとこう木を切ってですね、はい、あのうっそうとしてたんですけど、はい、それをあのオリーブを植えようとなさってらっしゃる。この2組のご夫婦4人でですか。はい、すごい試み。いやでもはるばるこうね、錦海にいらして、うん、もうそこにすごく魅力を感じて住まれてるわけなんですよね。はい、で、そうですね、うん、で自分たちのことだけではなくてですね、うんうん、このオリーブを栽培してこれを地域の産業にして、うん、後々の錦海の若い人たちにそれを残していこうというふうな活動をなさってらっしゃるんです。本当に長崎暮らし満喫されてますね。はい、はい、で他にもですね、はい、まだ特集の組まれた方々がご紹介されています。この釣りをなさっている方は東京から野母崎へやってきて一本釣り漁師として活躍する森田さんという方。はい、東京からですよ。はい、ね、どういう思いでここの地にいらしたのか、ちょっとそういうところが詳しく書かれているんですよね。そうなんです、うん、もう素敵な方ですよ。そして東京から外目の下大野町へ移り住まれた小溝さんご夫婦。こちらはお若いご夫婦ですね。はい、そうなんですよ、うん、もうすごくこの方々もですね、感覚もすごくおしゃれで、外目のですね大野教会の下のところにカフェを作ろうと思って今自分でやってらっしゃるんです。楽しみですね。早く開いていただきたい。またそこ取材行きたいですね。ですよね。ぜひぜひ。という4組のご夫婦が特集として組まれているこちらの長崎寺院です。そしてページをめくっていきますと、企業を支える人々の力というコーナーがあります。長崎エナジー、また美味しそうなトマトが載っておりますが、今回取り上げられているのが先長海運株式会社高島トマト事業部と無氷酒造株式会社の2つの会社なんですね。はい、トマト私も大好きです。はい、これですね、あんまりこう水をあげすぎないで育てるっていう農法なんですよ。うん、でそれだけにですねすごく甘いトマトができる。うん、身は割と締まってて硬い感じですけど、本当食べると甘いですからね。はい、本当フルーティーです。本当裏切らないトマトですよね。形も可愛いですもんね。そしてページをめくりますと、無氷酒造株式会社という焼酎を作られている会社が掲載されていますね。はい、実はですね、はい、ここは長崎市内で唯一の酒蔵なんですよ。うん、唯一ですか。はい、はあ、酒造元ですね。はい、で今まで長崎市内なかったんですけども、うん、島原の方でですね、もともと無氷酒造という会社があったんですけど、雲仙の災害でですね、うん、そこがもうなくなってしまって、うん、でその後の石を引き継いでですね、今度は外目地区で、うん、立ち上げたところなんです。へー、この取材にも下川さんは、はい、行ってきました。もちろん行かれたと。どうですか、焼酎飲まれたんですか。はい、すごく美味しかったそうですか。お酒は いける口なんですか。はい、もう焼酎がないです。あららら、いいですね。じゃあ、おいしい取材買って帰られました。はい、もちろん。はい、よかったです。いや、ここにもちょっと、ね、1本2本欲しかったですけど、ね、お土産そういうことですね。はい、まあ、ということで、まあ、さまざまな特集記事、こういう会社を紹介するページ、いろいろ本当に盛りだくさんなんですよね。長崎のに住んでる外国人の方を紹介するコーナーとか、あと調べて納得とこうちょっと謎に迫った、コーナーなんかもあったりして、もう盛りだくさんの内容となっているこの長崎寺院なんですが、どちらで手に入りますかね。はい、市内のですね主要書店ですとか、あと市役所の地下に売店があるんですけど、うん、そことか、あと市の
施設の出島とかですね、はい、原爆資料館なんかに置いてありますので、うん、見てぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、これ過去の文っていうのはどうなんですかね。はい、バックナンバーもですね、資料書店には置いてますけども、はい、広報校長課の方にお問い合わせいただければ、はい、見ることができる、はい、できます。あ、そうですか、はい、春と秋に年2回発行されている長崎人、はい、これが春に出された第7号で、はい、また秋に第8号は出る予定なんですよね、はいはい、テーマとかって決まっているんですか。テーマはですね、残念ながらまだ決まってないんですけども、うん、また頑張ってらっしゃる方をですね、うん、紹介していきたいと思うので、うん、期待してください。ね、今回の人を読むとですね、もう長崎に住んでる私たちが気づかないことが本当載っていて、ね、それ魅力を感じて住まれてる方とか、うん、いろんな会社のこととか、なんか魅力をこう再発見できそうですよね、はい、そうですね、うん、本当に合併地区にお住まいの方はですね、豊かな自然があるからかなのか素敵な方が多くてですね、うん、皆さんもそういうところにお出かけいただければと思います。はい、今日は長崎寺院第7号について長崎市広報校長課の下川幸太郎さんにお話をいただきました。下川さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。